はい、こんばんは、竹下敦です。今日ご紹介するのはね、僕のメインギターでもある、ブルガリアオルフェイスバレーギターです。オルフェイスバレーギターズはね、ブルガリアの、小さな工房から発展して、今ではね、とても、たくさんの、ね、方が弾いている、楽器になりました。一般的にこのカポタストというね、キーを、転調するための、弦を挟む道具があるんですが、通常は一般的なギタリストさんはね、使っても4フレットまでなんです、カポタスト。こういう響きですね。で、私の師匠であるレイ・アルフォンス・ショーダ氏も、4カポ以上は使わないと、みっともないと、失礼、いうふうに注意されてるんですが、実験大好きなんで、僕はね、7カポぐらいまだ使います。こういうね、7カポになるとね、物理的にね、チューニングが合いにくくなるんですよ。これはもう致し方がないことなんですけどね。ただし不思議なことに、このオルフェイスバレーギターズは7カポしても音としてのね、音色すごくいいんです。ちょっとウクレレみたいな音になるんですよね。で、多分7カポして歌ってるのを聞いて、師匠であるレイ・アルフォンス氏はね、全く何やってんだと思われるかもしれないんですが、それでいい音が出るんならね、それでいいじゃないですか。で、このギターはね、最初ね、全然弾けなかったんですよ。ネックがね、ちょっと特殊で、何台かあったうちの、このオルフェイスバレーギター3台あったのかな。そのうちの1台すごく、なんとなくなんですが、このギター、いい音がするんじゃないかなと思って、試しに着させてもらったんですけど、その時はね、自分で、これは弾けると思ったんです。ところがね、自宅に持ち帰って弾いてみたところ、全然弾けないんです。ネックがね、順ぞりと呼ばれている、こういうふうに逆への字になっている、そういう状況になりまして、こういう上の方のね、こういう、制覇して抑える、全然弾けなかったんですよ。で、もう売却してしまおうかなと思ったんですが、黒沢楽器のね、ドクターサウンドさんに持ち込みまして、何度かね、アイロンというね、ネックの部分に熱をかけて、ネックのこう修正を行う、リペアをね、3度ぐらいかな、してもらいました。で、僕自身でもね、納得がいかないんで、ここのね、
ヘッドの部分とボディと、縛りまして、ドライヤーで炙ってね、何日も何日もかけてドライヤーで炙ってね、こうちょっとずつちょっとずつこう根っこを修正していったんですが、人間っていう人間の慣れっていうのはねすごいもんでね、まあ、弾けるようになってしまいましたし、今このギターが一番はい、おっしゃる通りですね、はい、一番やっぱり手にしっくりきます。そしてね、音色もコントロールしやすい、まあ、弾いてる時間が圧倒的に長いんでね、すごく、音のニュアンスが出しやすいです。まあスペインのギターに比べるとやっぱりこういうっていう音はね、重みがないんですよ。やっぱりスペインのギターっていうのはすごくもっと、木の材料がしっかりしていてね、もっとずっしりとした感じなんですけど、このオルフェスバイギターはすごく大きさの割にこう軽いんですね。そしてね、音がやっぱりその軽さが僕は好きなんですけど、ポローンと弾いた時にね、ポローンって弾いた時に何とも言えないこう軽やかさがあるんですよね。そこがねすごく気に入ってます。ほとんどの場合、歌っている時に、バックで、弾いてるギターはオルフェスバレーギターズです。で本来ね、弾き語りの場合はこの僕が使ってるシュアの、58ではなくて、周辺の音をね全部拾えるマイクがあるんです。これ指向性っていうどれだけの音の範囲を拾えるかっていう、まあ、種類があるんですけど、これはもともとボーカル専用のマイクで、ピンポイントでね、本当はもう手で持ってこう歌うようなそういうタイプのマイクなんですけど、僕の場合その声が大きいんですよね。でギターのタッチもどちらかというと、強いんで、一般的なそういう、周囲の音を全部拾ってしまうマイクを使うとね割れてしまうんですよ。なので、これ一本で、弾いて歌っております。ね、やっぱり人間ですから抗不調があって、まあ、本当に心のここのところね沢井真理子先生のねレッスン受けてるんですが、すごく、レッスンの内容がねハイレベルになってきて、それに対応しようと思うと自分で自分を追い詰めちゃうんですよね。で、ほんのちょっとのピッチの狂いが今までは許容できていたものが、自分で許容できなくなっちゃったんですよね。なので正確に歌おう正確に歌おうとしてしまって、なんとも言えないこう AI がね歌っているようなそんな歌い方になってしまって、すごく悩みました。で、ごめんなさい、ちょっとお名前忘れてしまったんですが、今すごく AI が発達していてね、AI が作曲したり AI が歌ったり、そういったことがね可能なんですが、これね僕らも AI と同じなんですよ。たくさんの曲を聴きますよね。でその中で、
今ほとんど使用されているのは12平均律というね、まあ、ドレミファソラシドという、こう、まあ、この範囲の中で音は作られているわけです。結局はその音の組み合わせでしかないので、メロディーラインというのは限られているんですね。ほとんどのヒット曲にはもう法則がありまして、こういう音の配列をすると、人間は、心地よく感じる、それを僕らは、長年歌ってギターを弾いてるんで、こういう音を出したら人はちょっと嬉しい気分になるとかね、ちょっと切ない気分になるとか、感覚的に分かるんですよ。なのでその AI と人間ってじゃあ何が違うのという話になると、僕は AI よりも人間の経験値の方が上回ってると思います。現実問題ね、AI が作った曲、 AI が歌った曲にはね、どこか嘘くささがある、まあ、それは当たり前のことなんですよ。これからもっともっと発展していくと思いますけど、僕はそのスピードよりも、人間が進化していくスピードの方が速いと思ってます。今のね、若いボーカリストの方すごく、クロマチック半音ですね、こういうね、僕らの頃にはこういう音の使い方というのは基本的にしなかったんですが、今の若い方はね、そういう音階の使い方がすごくうまいんですね。でそれに慣れてしまうと、今の若い子たちそれが当たり前になってしまうんで、そういう曲がヒットするわけです。ところがね、時代というのは必ず回るもので、人間飽きるでしょだいたいまあ2年ぐらいでそういうものは飽きるんです。で、どこに戻るかというと、もう僕はギターを弾いてますが、父は三味線の演奏者でありまして、弦って数が少なければ少ないほど難しいんですよ。でギターと三味線どっちが難しいって言ったらね、はるかに三味線の方が難しいです。日本人ではね、有名なところ吉田兄弟というご兄弟がいますが、モンキーマジックと、一緒にね演奏したチェンジという曲がありますが、あの中で演奏されている三味線素晴らしいですよ。正直ギターは簡単です。はい、6本も弦があるんですから、音いろいろ出せるわけじゃないですか。三味線って3本しかないんですよ3本の中で、しかもフレットっていうね、このガイドがあるわけです。ガイドがある以上ね、押さえると音のピッチは必ず狂うんですよ。で、これはもう構造的に合ってるか間違ってるかっていうと、これ間違ってるんですね。バイオリン、三味線にはフレットというものがないんで、自由に音のピッチをね、変えることができるんです。ある意味ね、三味線とバイオリンっていうのはすごく似た部分がある楽器で、僕のおじはバイオリンの設計者であり演奏者でありました。とても厳しい人でね、僕はバイオリンのレッスンが怖くて逃げ出したんですが、まあ、今となってみればね、バイオリン習っておけばよかったかな、まあ習ったんですけどね、もっときつってやっておけばよかったかなと思うんですが、
バイオリンってすごくお金がかかるんですよね、まあ、1000万2000万当たり前の世界なんで、最終的には僕はあの自分の技量を考えると、ギターを選択してよかったと思ってます。しかし三味線はね、これから勉強していきたいと、そういうふうに思ってます。三味線いいですよ、すごく難しいですけどね。で、楽器自体もまあ高価ですから、なかなか若い人がその手にするのは大変だと思いますが、ギターを、僕は三味線を弾いてるようなつもりでギターを弾いてます。このニュアンスはちょっと伝わりにくいから、三味線ってこうでっかいバチっていうね、なんでベン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 ってやるんですけど、なかなか僕ってエレキギターの時ピッキングが下手なんですよね。である時、これはピックじゃなくてバチなんだと思ってね、ベンベンベンって弾くようになったらね、途端に音色が良くなったんですよ。だね、何かの楽器を何かに置き換えて考えてみる、そういう発想の転換というのはね、すごく重要だと思います。楽器は結局のところ何かをできる人って全部できちゃうんで、一番楽器の中でできる人って打楽器な人なんですよね。打楽器が演奏できる人ってほぼ全ての楽器が演奏できるんですよ。僕は日本人では、ね、屋敷豪太さんがねすごく好きなんですけど、彼のリズムって若干もたるんですよね。少しアフタービートなんです。で、僕は、ちょっと前乗りのビートを刻む人だとポリスのね、スチュアート・コープランド、あの人のドラムは少し走るんですね。走るってのは1、2、3、4がみたいになるわけですよ。で、屋敷豪太さんの場合はちょっと粘るんですよね。で、ジャストは正直あまり好きではない、はい、ので、なかなかね、ちょっとスチュアート・コープランドさんは、ご一緒することは難しいと思いますけどね。屋敷豪太さんとはいつかご一緒できればななんて思ってます、はい、屋敷豪太さんギャラ高いんだろうなまあそんな感じでね、僕の、メインギターであるこちら、オルフェイス・バレーギターズ正規代理店はね、黒沢楽器さんです、お茶の水にございますね、ドクターサウンドで、購入できますが、今のところ、とても売れていてね、入荷待ちの状態のようです、それでもね、待って買うだけの価値はあると思います、ぜひね、予約を入れていただいて、購入していただければと思います、おすすめの1台です。本日ご紹介したのはね、こちらオルフェイス・バレーギターズ、ブルガリアのギターです。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you next time です。